はい、どうも皆様ごきげんよう、クです。それではドラゴンクエスト11続きをプレイしていきましょう。さて今回はクレーモランで、聖獣ムンババが復活して、でそいつが本来聖獣なので悪さするはずがないんですけれども、まあ悪さをしてるということなので、なんでそんなことしてんの、元に戻す方法ないのっていうことで、名前忘れちゃったな、誰だったかな、まああのクレーモランのね、あのお偉い学者さんが古代図書館に行ってちょっと調べてきて、でそれであのよかったら聖獣ムンババ元に戻してっていう依頼を受けたので、その方法をまず探りに古代図書館へやってきている次第でございますと。まあそんな感じかな。で古代図書館での雑魚戦はこんな感じで、多分そんなに難しくないと思うので、まあ図鑑を埋めるために対戦はするんですけれども、大幅カットでいいんじゃないかなと思うんですよ。ただ古代図書館でどのように調べればいいのかっていうのが、また中央の一番重要な本が眠っているところだけ調べればいいのかどうかっていうところなので、ちょっとそれをね、わからない状態なので、どこにどう進めばいいのやらだね。わかんないなこれじゃあな。また印っていうか、こういう電気つけてまた奥まで行かないといけないのかなっていう気がするよね。あ、トギアら全てのスイッチが使えるようになった。あ、はい、という感じなのでね、あのやたらと時間かかるんですよここだから、まあとりあえずそれはこちらに全て任せてもろて、皆さんはその方法が分かるところまで一気にカットしているので、そこだけご覧いただければと思います。はい、ではカット。いやー、ようやく到着いたしましたね。さて聖獣ウンババについての本はありますかね。うん、これではない。はい、文明、イニシエの文明、はい、ボロボロで大体読むことができないんだよね。これは禁じられし力。おやおや、あ、これか。え、俺はじゃあ一体何をしに来たの。え、ここじゃないの。え、待って、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 ここ到着したけど、え、ダメなの。イニシエの魔法使いの部屋。え、ここじゃないの。え、え、ここで調べるんじゃないの。嘘でしょ、え、マジで言ってる。うん、うん、いやまあそれはそれでいいんだけど、え、ちょっと待って、ちょ、はい、読めないってこと？おやおや、ちょっと待って、どうしたらいい、これどうしたらいいんだこれ、ちょっとわかんねえぞ。ちょっとあのわかんなかったんでエッケハルトさんのところ戻ってきました。復活したムンババはミルレアの森に居座り訪れた者たちを襲っているというではないか。聖獣たるムンババが本来 かのような振る舞いをするはずがない。まあ、それも前回聞いたね。森の守り神という書にムンババの悪しき力が解き放つ方法が書かれている。森の守り神。やっぱ古代図書館じゃないとダメじゃん。え、森の守り神っていう本を俺が探し当てられなかったってこと？え、えぐくないそれはちょっと。あの古代図書館にある本を全部調べないとわかんねえじゃん、もうそれ。めっちゃ時間かかりそうこれ。カットするよ。
うわ、1階にあった、マジかよ。シスケビア雪原にある森の奥深くには巨大な獣が生息しているという言い伝えがある。古代のクレモラの人々は豊かな恵みをもたらす森の守り神としてその獣を崇拝していたそうだ。その獣の名はムンババ。長きにわたる研究の末、私は聖獣ムンババがどのように誕生したのかを突き止めた。意外なことにムンババはもともと邪神の力によって生まれたムンババジャという魔物だったらしい。ムンババジャは、相手の力を吸収して体を再生するため、通常の攻撃や呪文では絶対に倒すことができない。だが勇者が使う雷の呪文デイン、ライデイン、ギガデイン、勇者が仲間と協力して使う連携技ミナデインでとどめを刺せばその力に屈するという。そしてその時ムンババジャは、勇者の聖なる力を吸収し聖獣ムンババへと生まれ変わるのである。マジかよ、1階にあったのかよ。くそー、あー、ムンババジャのところに向かいます。さあ、ようやくムンババのとこまで来ました。あー、時間かかったね、ここまで来るのに。はいはいはい、あー、もう問答無用だね。そもそもね、勇者がね、あのデインしか覚えてなくて、レベルを上げて、あの、なんだ、ギガデインとかライデインとか覚えるのに時間がかかったっていう感じですね。では行きましょう。みなぎる、ギガデインでとどめを刺さないといけないでしょ。240ね。一刀240、640、640、今640ぐらい、600、300、900ぐらいかな。倍キルト、倍キルトなんて使うのか。マジか、マジか。なんかないかな。ないね、ないね、ないね、ないね。え、今600ぐらいだったっけ。あれ今6、あれ、やばい、忘れちゃった。600、800、今900ダメージぐらいだと思う。900ダメージぐらい。鬼に受けよ。900、今1200、1300ぐらい、1300ぐらい。ちょっと混乱してほしいかな。さあ見てちょうだいね。それ今1400ぐらい。1200のダメージで黄色に入ったから、あと1200だとするとあと1000ぐらい、あと1000ぐらいか、あと1000ぐらい、あと600。ちょっとギガデインしてみよっか一回。これで決着ついてくれ。わー、よっしゃ、やったやったやった、一発でいったじゃん。よかった、うまくいきましたね。なんかすごいうまくいっちゃった。聖なる雷の力を吸収し森の聖獣ムンババとなった。よかったね。ムッフォムッフォって新しい自分に生まれ変わったことを喜んでいるようだ。よかったね。役に立ってもらいましょうか。石の村で村人を見守ってもらえますか。大丈夫、石の村ここまで寒くないけど。喜び勇んで石の村へ向かっていった。よかったね、ようやく行ったわ。オッケーオッケー。はあ、ここまで長かった。古代図書館で潰してしまった時間がひたすら長かった。残念だね。まあとりあえずしゃあないにしても OK。 よし、じゃあここでちょっと回復して、今度はムドラだったかなっていうのを倒しに行きましょうか。さて、シスケビア雪原南の方に来ました。あ、氷なくなってんね、氷なくなってんね。 OKOK。 そしてなんかアイスゴーレム的ななんかいるけど、あいつら一旦無視して、そのムドラーというやつを倒しに行こうかな。あれ、ああ、オッケーオッケーオッケー。お、強力になってそうだね。目が緑色になってるよ。あ、ムドラじゃねえわ、ネドラだ。我はマリウンネドラ、凍てつく湖に封じられし、そうだそうだ、スネーク先生だったわ。古の存在なり、
待ち望んだ我が主の復活とともに、かつての力が蘇ったわ。めっちゃ興奮しとるな。ロースの手によって湖に封じられたあの時の雪辱を今こそ果たさん。勇者よ、その体八つ咲きにしてくれよ。ちゃっちゃとやっちゃいましょうか。やつ咲きにしてくれるわ。さあでは行きましょう。魔竜ネドラですね。あー、制限がそういうセーフ出すってことは絶対強いんだよな。強いんだよな、そうなってくると。敵の素早さとか下げとく。モミエ、あー下がったね。オッケー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 。でデビルモードとかもちゃんと使っておこう。ヨーマの力よ。で、守備力も上げましょう。スカーラ全員の守備力を上げる。はい、スクルトン。OK。で、ロー様呪文で魔法入れ替える何かないかな。魔法跳ね返す魔法のバリア。どうしようか。どうしようか。誰に変えるか。シルビアにしとく。魔法の壁よ。全員回復とかね、シルビアにぜひとも頑張ってもらいたいから、ブレスダメージも入れてきっちいね。そうでなくてもきっちいな。ハスルダンス、マルティナちゃん、MP は十分にあるから。でマルティナ HP ちょっと少ないけど、サミダレ好きでダメージを与えていくか。ミスが入ったね。ということは敵が攻撃をかわす可能性があるっていうことか。ということはブレスダメージ軽減。フバーハ。オッケー。逃せん。滅びよ。でも2割減か。あれ素早さ戻るの早くね。素早さ戻るの早いな。サキバスウィンク、いいもの、オッケー、オッケー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 。シルビアでもあれだな、腰抜かしちゃってるから、ちょっと HP 回復させておきたい。はい、無茶は禁物じゃ。オッケー。グレイグはオッケーオッケーオッケー、復活したね。受け流しする。全体攻撃が多そうだから、マルティナに攻撃。焼き付け息。 OKOKOK。 ブレスダメージはちょっとね軽減してるはずだから。 OK。 よし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 、ハッスルダンスしましょう。ハッスルダンスよ。オッケー、安定してる安定してる、今は安定している。特技のさ、呪文下げたりとかしたところで感じじゃない。何の呪文使うかも分かんねえじゃん。相手いい効果、あ、これさ、ゾーン消せるんじゃない。あ、ゾーン消せるわ。いいねいいねいいね。オッケー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 。そして受け流し発動しなかったな。全身全霊いくか。全体攻撃ではないの。あ、グレイブ動けなくなっちゃった。はい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 。うん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 。ローちゃん。オッケー。いいですよ、いいですよ。かけ直した方がいいかな。オッケー。あれ、攻撃力とか素早さとかさらに上乗せすることできるんだ。知らんかった、それは。あ、そうなんだ。それは知らんかったな。一応ちゃんと全員の回復しとこうか。ありがとう。念には念を。オッケーオッケー。シルビアが割と防御力低いんだな、これな。サメダレ好き。
グレグそろそろ麻痺とぶれてくんねえかな。ハッスルダンス、ハッスルハッスル、それ敵がどんな呪文してくるかわかんねえな。呪文使うのかな、わかんねえけど、とりあえず回復に徹しておこうか。まだ動かない。ブレス攻撃2回してくんだよ。で、のしかかり入る。ロー様がやばい。ロー様やばいから、ローは自分で HP 全回復の技を使ってもらおうかな。ね、なんかあるかな？守りショットしとく？みなぎる！毒になるんだったらポイズンとかでもいいんだけどね。まだ動けないの？やばいね、それね。だいぶじゃん。元気100倍じゃ。おう、オルビーギラグレード、ギラグレード魔法やっぱ使うんだな。いい、きちい、きちいな。ハスルダンス、マルティナちゃんありがとう。グレイグがこれでしびれが取れなかったらもう誰かに入れ替えちゃうぞ。ちょっとこれはサキューバスウィンクにしとこうかな。これは一体嘘でしょ。我にひれ伏せ、あの世で悔やめ。やばいね。ちょっと待って、グレイグとロ、あでもグレイグ次のターンで元に戻りそうだな。いや入れ替えるわ。カミュとローは制限入れ替えようかな。コルビ状態の踏み入れ替えできない、できないのかい。きちいな。いや分かった、じゃあこれだけ入れ替えよう。グレイグとカミだけ入れ替える。さあ行くぜ。でもうデビルモード解けそうだから、妖魔の力よ、はい、ロー様頼むぜ、ロー様頼むぜ。負けないわよ。はいはいはい、特技アスリダンス、ハッスルハッスル、それオッケーオッケー。レロー様元に戻って、はい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 。でブレス耐性、いやギラグレードだっけ、あれがなんかめちゃくちゃ効いたから、魔法反射をしておけば多分使ってこないんだよ。魔法カンター、オッケー。またゾーン入ったね。あとでゼロの洗礼しましょう。ブレスもきっちりな、ブレスきっちりな。マルティナの体しびれてんのやべえぞ。特技ツッコミってさ、麻痺、あ麻痺解除できるんだ。麻痺解除できるけど、どうしたらいい。麻痺解除させるか。ほらきっと。でカミュね、カミュね、カミュで呪文これじゃない、ジバルンバ。確実にダメージを与えましょう。ジバルンバ。OK。で、ロー様で、全員回復。ベホマラ。大丈夫か？助かったぜ。よし。OK、OK、OK、OK。我に死ぬ伏せ！カミューが、うわ、カミュー！あ、よかったよかったよかった。じゃあ、特技からの、どうしよう、考えるなこれ。あ、オッケー、いいねいいね。入れ替えた方がいいのか回復させた方がいいのか悩みどころっすね。いやまあ回復ちゃんと徹しましょう。ハッスルハッスル、それ完全回復しないかね。ザオリクとさ、復活の杖ってどっちがいいのかなって思うんだけどさ、こっちの方がでも HP 割合多そうだよね。OK、OK。で、神はできれば、毒状態にしていただきたい。お、シルビアかわした、偉い。ローがすっ転んでしまった。連携？爆冷却。ロー様さ、今、すっ転んでるから、爆冷却しようか。あ、ダメだ。ダメだって。
セミだね。あ、でも相手の HP 黄色になってる。頑張れ頑張れ。で、ハッスルダンス。タミちゃん、助かったぜ。オッケー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 。で、バイパーパング。覚悟しな。オッケー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 。毒になった。これでさらに身内かけていく。よしよしよし、いいよいいよいいよ。しっかりね、しっかりね。まだ大丈夫。オッケー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 。ロー様、次のターンで一応大丈夫そうだね。復活しそうだね。デビルモードしっかり重ね掛けしといて、シルビアでハッスルダンスしてちゃんとして、でロー様復活してもらって、待って、タナトさんと行くか。終わるかもしれない。まだ終わらん、終わらんな、終わらんな。もうちょい、もうちょい、もうちょいなんだよ、もうちょい。メガンテメガンテつって。違うんだよな。魔法カンタまだかかってるからいいとして、癒しの雨するか。今こそ、癒しの雨を。お、ジバルンバが、なくなってしまった。大丈夫か、大丈夫か。闇の息すんなよ、叫びか。オッケー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 。よし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 。いいよ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 。叫ばすウィンク。よし、決めてもらおうか。決まんなかった。ハッスルダンス。ローちゃん、まだまだまだ油断するな、まだ油断するな。これこれまだまだわからん、まだわからんわ。まだまだいけるぞい。よし、オッケー、全員回復した。よし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 。おっと、マルティナとシルビアでも終わってほしい。セクシービーム、セクシービーム。終わんなかった。なんてね、やばいね。でも麻痺だいぶこれかきついよね。ありがとう。オッケーオッケーオッケー。滑りで動けないよね。神は次のターンで復活しそうだ。ゾーンかかっちゃったか。おっと、あ、そうか、シルビアがもう魔法カンタが溶けてる状態だ。マルティナがすっ転んでる。痺れが取れた。神を決めてくれるか。即死は無理やろ。即死は無理でしょ。アンパイアエッジ、こいつですか。決まった。神はありがとう。私たちの勝ちよ。めっちゃ時間が5万4000だって。あ、なるほどね。相当強かったんだね、これね。はい。マリオの魂。あ、そっか。マリオの魂ってここで手に入るの。OK。よし、じゃあ、もう戻りましょうか。やたら時間かかったね、今回ね。あ、そういえば、ムンババ。元に戻したよ。え、そう、邪悪なムンババを倒すと聖獣ムンババに生まれ変わった。まさか自分の力で新たなムンババを生み出すとは。さすが魔女を倒した男だけあるな。クレムラン王国の人々は古来より豊かな恵みをもたらす森の守り神としてムンババを崇拝していたそうじゃ。何かと物騒な世の中じゃが、新しいムンババが世界の守り神として豊かな実りをもたらしてくれるといいのと。そのムンババは一種の村に行ってマスコットとして村を見守ってくださる所存なんですけどね。はいはいはい。シャールさん倒してきましたよ。マリオネドラを倒してくれたんですねと。リゼレットのことといい、今回のことといい、あなたには助けられてばかりです。本当に心から感謝します。ささやかですが俺を、あ、俺クラウンだわ。ありがとうございます。ブローブと同様クレモラ本気伝わる秘宝、きっとあなたに役に立つはずです。ありがとうございます。クレモラのためいつでも、歓迎しています。ありがとう。そう、マリオの魂手に入れたよ。ヒヒイロカネかな。はい。お、我ながらいい出来だわと。ヒヒイロカネを手に入れた。マリオの魂を手に入れたら私のところに持ってきなさい。何度でも素材に変えてあげるから。あ、なるほどね。そうやって素材をリーゼルとは変えてくれるのか。あ、嬉しいね。ヒヒイロカネ、これ1個目ですね。太陽のように赤い丈夫な金属。なんで俺がこれに交換したかったかっていうと、ちょっと理由がちゃんとありまして、
はい、ちょっと不思議なかじらいについてなんですけれども、新しい装備はちょっと今はいいかな。片鉄剣でこれヒヒロ金がね必要なんですよ。ほらで買えないんだよね。大進化の秘跡も足りんし、アレキサンドライトも必要だしっていう感じなんですよ。全然足りてない。でちなみにこれは、これそういえばなんか前手に入れてたな。まあそれはいいとして、じゃあ今回実際取れ高がどれくらいになってるのか全然わからんけど、あ待てよ、そういえばこの城さ、地下に行ったら確か普通の鍵でしか行けない。あれちゃう、ここジョー様の部屋だ、ごめん、女性の個室に無断で入るのはよろしくないわ。ちょ、こっから地下に行って、地下に確かさ最後の鍵で開けられる扉があったような気がするんだよな。ちょっと最後覗いてみよっか。で覗いて、あどうしよう、石の村も行くか。石の村復興するためのメンバーが全員揃ったはずだから、あこっち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 、これで復興がだいぶ進んでるはずな。オッケー、よしやっとだぜ。ロイヤル工芸種、ロイヤルチャーム、ロイヤルバッジ。へえ。こっちの宝箱は時の水晶。あ、時の水晶ね。時の水晶もまた必要なんだね、きっとね。いや、まあいいかな。そういう装備品に関してはいいよな。じゃあ、ルーラで石の村、移動します。さて、石の村、到着しました。なんか、建物とかちゃんとできてる。見てくれよ、立ち直った石の村の姿を。全部お前が旅先で人を集めてこの村に集めてくれたおかげだ。ありがとな。戻ってきて焼け落ちた村を見たときはもうダメだ思ったもんだが、いやいやなんとかなるもんだな。ああグロッタの町の当主たちが、ここがあんたの故郷か。これからは俺たちがこの村を守る。あんたは安心して旅続けてくれ。ありがとうベロリンマン。のどかでいい村だベロン。ずっと住みたくなるんだベロン。そうか、まあじゃあずっと住んでてくれて構わないんだけど、なんか宝箱とかある？こんなんなかったっしょ。ヒノキの棒、あれ？俺がもしかして見つけてなかっただけかい？もしかして。そしてなんかさ、上にさ、なんか素材らしきものあったよな。待って、登らせて。なんかあったよな、あれ？ここか。何？風切りとか、あ、薬草ね。風切りバネとかではないのね。で、何？ピンクの何か出てるけど、あれこれもしかしてエマの部屋、エマの家、はあ、予知族がいる。復興し、あそうか、復興後の石の村って言ってたな、そういえば。トロデン城、はい、トデロン城、トロデン城、わかんねえや。もう予知族もだいぶ集まったんじゃないかね、これね。うらっ、いや見てくれた？あなたが人を集めてくれたおかげで村はすっかり元通りになったわ。ありがとう。あなたにはまだ大切な使命が残っているのに、わざわざ私のお願い聞いてくれて。これ受け取ってくれる？エマのお守り、シン、マジで。あなたが全ての使命を終えて無事に帰ってくるのを待ってるからって。マジで。ちょ、見よう。エマのお守り、シン。魅了を 70% で防ぐ、呪いを 70% で防ぐ、守備力15。あーすげー、もう えらい差ですねこれね。あばっ、まいっか。あばって。OK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 。 じゃあこんなもんかなね、村長さん。村長さんの娘だったのね、エマって。お主の探してくれた者たちの助力もあって、ようやく村が元通りの姿に戻ったわ。いや、ありがとうよ。じゃあ、助けを求めているのはわしらだけではないはずじゃ。世界中がお主の力を求めておるはず。世界中からの期待に応える。それこそが勇者の使命というもの。辛いじゃろうが頑張るのじゃぞ。めっちゃもっともらしいこと言うやん、お前。飯れは釣られへんぞとか言ってたのに。じゃがうまいのつって。無心になって食ってたくせに。まったく。こういうところにもあるんだろ。ほら、薬草があったぞ。さ、自宅もそうだけど、デクは？デクいるのかな？
こういうところに対してデクいたー、見る見る見る、ケイオスブレード知らねえ、何これ、両手剣だ、あすごい、バイキルとかする、あすごい、グレイグの攻撃力もめっちゃ飛躍的に上がるじゃん、破滅のナイフ、わあすごい、すごい、何これ、え、やば、4% の MP を消費せずに呪文や特技が使える、え、すごい、海賊王のコート、え、海賊王のコート、あれ持ってないよねこれね、一応買っとくか、大海賊のコートだもんね、海賊王じゃないもんね、へえ、え、ちょっと待って、あのどっからか金庫でお金を下ろしてくる、あ、出たね、デクさんすごいわね、さすが城下町で大きな店を構えるだけ、ん、構えているだけあるわ、私のやることなんてなくなっちゃったわ、いや仕事しろよそれは、それはそれは勉強しなさいよ、それは勉強してほしいな、お、ちょっと後で装備整えるわ、で、あのパパパパ ルパスだっけ、ルパスさんは、ルパスさんはどこ、ルパスさんを探したい、さあ母さん帰ってきたよ、随分とボロボロになって、あ、強制的に休まされる、まあいいけどさその特に何も言葉を交わすこともなく、さあ行ってらっしゃいって、行ってらっしゃいなんだよな、一種の村人、え、村人服、知らんかったわ、そんなものがこんなところにあったのね、でマジでルパスどこよ、ルパス探すまで今日はやめろ、あ、ムンババア、ムンババア、あんなところにいるんかお前、ちょっとムンババのところにも行こう、待って待って、なんか宝箱とかいっぱいあるじゃん、ムンババア、あ、こっから村一望できるのはもちろんだけど、せあの命の退場も見れるんだね、いいねここね、あ、はい、人号返さないから特に話することも何もねえわ、じゃあまあとりあえずペットなんかあるかな、絶望的に何もない、魔法の小瓶いらねえ、あとじゃあルパスだけか、ルパスどこにいるんだろう、あ、いたいたいた、ようやく見つけたわルパス、村の復興もようやく終わりってところだな、俺もしばらくはこの村にいるつもりだよ、娘から友達を奪うのは忍びないんだな、友達ができたのかよかったね、あ、友達、なるほど、お友達ができたの、今日もね一緒に遊びに行くんだ、毎日楽しいよなんならここに住み着いた方がいいかもしれんな、子供のために、オッケー、よし、じゃあこんなもんか、あー、えらい、村の外は魔物がいて危ないです、外に出るのは準備を忘れずに、言われんでもやってるわ、オッケー、ただねここにね金庫ないんだよねいろいろ買い物したいのは山々なんだけど金庫がない、金庫がないから、あ、はい、ルキでしたね、あ、はい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 、ない、はい、それはもう聞いたよ、デクさんは村の道具屋さん譲り受けて新しく商売始めるらしいの、うん、さっきも見たよOK、じゃあ今回はここまでにしましょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。